ご当地とろーり戦争。岡山県スイマス芸人のハロー上田です。さあ今日はですね、私の地元岡山県真庭市の勝山に来ております。さあこちらにですね、実はとろーりな食材があるんですけども、そのとろーりを出していただくのがこちらロマン亭さんです。さあここでどんなロマンが、そしてどんなとろーりが待っているのか知りたいですよね。皆さん知りたいですよね。すべて知るのはと。さあそれではお店の方にちょっとお邪魔したいと思います。こんにちは。いやこの素敵な店内にご当地のとろーりが待ってます。じゃあすいません、湯原の平飼い卵朝日の輝き TKG、 こちらをお願いします。はい、お待たせいたしました。わー来たー、ありがとうございます。どうぞ。トッピングのあのとろーりとしたやつ、あれお願いできますか。はい、わ来た。お待たせいたしました。あ、皆さん見てください、これが岡山県真庭市名産のもう幻と言われている銀しぶきでございます。これ銀しぶきっていうのはこれ何かと申しますと、山の芋、これが実はすごい、これ見た目では分かんないと思いますがすごいとろーりなんです。この平飼い卵、こちらも有名ですからね。うわー見てください、これわーすごい美味しそう。いただきます。なんか何うん、めちゃくちゃうまい。この卵の濃厚さがしっかりとご飯と絡んで、もうこれだけでももうとろーり十分だと思うんですが、銀しぶきこちらをすりまして、そしてこの卵かけご飯 TKG に乗せて一緒にいただきたいと思います。とろーりの上にとろーり、これ本当はね、このお店ではこういった出し方はされないんですけども、今日は特別にちょっと自分でするスタイルでやらせていただきたいと思います。見てください、この銀しぶき逆さにしても落ちません。これぐらい強い粘り気のあるお芋なんですけども、お出汁で伸ばしていただきたいと思います。器に移そうと思っても粘り気がすごすぎて、ほらもうとろーり、お出汁でとろーりと伸ばして、ほらとろーり、これをいただきたいと思います。こちらが銀しぶきの圃場になります。すごい広いでしょ。ここにしかもこう一列一列畝がありますよね。この中に幻の銀しぶきが埋まっています。そしてもうすぐこれが収穫される今直前でございます。今一番いい状態で銀しぶきが埋まっています。さあここから出てくるのが楽しみですね。 TKG のとろーりに銀しぶきのとろーり、ダブルとろーり、行ってきます。うん、うまとろそう。ウェイ、味噌汁も、あ、見てください、このロマン亭さんのお味噌汁はオクラが入っております。これもとろーり、3つ目のとろーりいただきました。すごくないですかこれ、 TKG でとろーり、銀しぶきでとろーり、じゃあちょっと汁もんでもいただこうかな。この汁もんもオクラが入ってとろーり、マジでびっくりした。もううまとろソウル、ごちそうさまでした。最高のとろーりいただきました。ありがとうございました。